川辺で心地いい風が吹いています。海と日本プロジェクト in 滋賀県、推進リーダーの藤原穂奈美です。今回は湖上スポーツが楽しめるこの場所で若者が主体となって開催するイベントをご紹介します。エンジョイ滋賀。琵琶湖と海はつながっている海と日本プロジェクト in 滋賀県。日本財団では豊かな海を次世代に引き継ぐための取り組みとして、海に関する教育や観光の拠点づくりを支援する渚の交番プロジェクトを全国で推進しています。滋賀県大津市にある渚の交番唐橋デッキは、サップやボートなどの湖上スポーツが楽しめる拠点として、琵琶湖の魅力を十分に味わえる複合施設です。ハロウィンを前にした10月20日、唐橋デッキが入る滋賀県青年会館で、滋賀県が主催の子ども向けイベント、唐橋トリックオアートリートが開催。企画や内容は県内の若者たちが中心となって考えました。何より誰かを笑顔にするっていうのが、私の中で一番好きなことなので、みんなが楽しんでて、でなおかつこの滋賀の良さを知ってくれるようなイベントにできたらいいなと思って、今日まで頑張ってきました。他県の人はもちろん、その県内に住んでる県民の人がその住んでる県を好きになってもらえるような活動を若者たちでできたらいいなと思っております。今回は滋賀県さんがこういう地域活動という場を設けてくれたんですけども、次は自分でそういう機会を作っていって、僕が滋賀県を巻き込むぐらい、そういうふうな強気の気持ちで、滋賀県というものをちょっと元気にしていきたいなというふうに思ってます。ラビーン。そんな、俺は人間をダビーンに変え操ることができる。貴様はこいつを倒すことができるかな。ダビーン。子供たちに大人気だったのが学生によるヒーローショー。会場全体を巻き込んでいくライブ感が楽しいですよね。フェイスアートを体験します。よろしくお願いします。ハロウィンらしいイラストお願いします。何が描かれているんでしょうか。ハロウィンといえば、お化けのフェイスアートをしていただきました。皆さんどうですか。これでより一層ハロウィンを楽しめそうです。唐橋デッキは湖上スポーツが楽しめる拠点です。もちろん水辺を満喫できるイベントもあります。ウォーターチューバー入っていきます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい、ありがとうございます。すごい、でもなんか水の上を若干走れてるような気分にはなる。いや、なんかハムスターになった気分になれました。ちょっと回るの難しかったです。水面に浮かべられたゴザの上を走ってタイムを競うゴザ走り。甲賀流忍者のように水面を駆け抜けていきます。水の上走る感覚はどうでした。走りにくかった。走りづらかった。楽しかった。楽しかった。こういう機会ってなかなかないと思いますし、滋賀県に住んでるからこそ、まあ、こういう近くに琵琶湖があってこういう体験ができるので、非常に良かったなというふうに思います。こちらでは屋形船に乗って琵琶湖から流れ出る唯一の川、瀬田川を体感。船上からの景色を楽しんでいました。今回のようなイベントができるのは琵琶湖の美しい環境があってこそ。渚の交番唐橋デッキを拠点に、これからも水辺に親しんで美しい環境を守っていきたいですね。海と日本。
ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。